はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。ということで、今回もゆるっとね、購入品をまたご紹介していこうと思うんですけど、今回は何を購入したかというとですね、久しぶりの、いや、ほんと久しぶり、もう何ヶ月ぶりか覚えてない、御殿場のアウトレットに行ってまいりました。はい。ほんとね、コメントで、待ってましたと、言っていただいたりとか、もうほんとそういうコメントがありがたいなと、いつもね、コメントいただいてる方数名いらっしゃるんですけど、もう本当にそういうコメントが嬉しいなっていつも思いながら、返信をさせていただいてます。本当にいつもありがとうございます。はい。ということで、もう本当ね、久しぶりの御殿場アウトレット、楽しかった。欲しいものがね、あったじゃあったで困るし、なかったじゃなかったでまたちょっとつまらんし、まあ非常にこうね、難しいところではね、いつもあるんですけど、まあ余談から言うと、本当に、あ、これアウトレットじゃないんだけど、帰りにちょっとね、もうほんと何年かぶりに、昔よく行ってた、ちょっとチェーン店じみた雰囲気の、とんかつ屋さん、よく行ってたんで、そこにちょっと懐かしくなって久しぶりにちょっと行ってきたり、なんかこう、一日通して結構楽しめたなと。そう。大雨の予報だったんで、雨が、ほんと降り出す直前に帰ってこれたし、まあまあ非常にいろいろタイミングが良かったな、という中で、まあまあほんと買い物を楽しんでこれたと。で、今回はね、まあ何購入したかっていうと、サンリオと、アンダーアーマーと。もうこの辺でね、住めば良かったんですけど、もう実は御殿場アウトレットについて数分で、いやーこれ欲しかったやつだなっていうのに出会ってしまって、結果購入したという形でございます。はい。なので、まあまあ今からちょっと購入をね、皆さんの興味があるもの、ないものを含めてちょっと紹介していこうかなと思います。はい。まず興味のないものからに行きましょうか。これ、サンリオ。行ったことあります？サンリオショップ。まあ正直ね、あんまないんすよね、いつも。あんま欲しいっていうか買おうかなって思うもの。で、今回も、まあ、あまり期待をせずに行ったんですけど、ちょっと気になるものがあったんで、シャレで買ってみました。購入金額2761円でした。バット、バツ丸と、ハンギョドンと、タキシドサムと、ポチャッコと、人気不人気キャラが一堂に返した、ケロケロケロッピと、のパーカー。これ、まあ、伝わるか。生地T シャツみたいな生地なんですよ。ロンティーみたいな生地で一番ダセーやつ。そう。で、さらにこのデザインでしょ。いや、これちょっといいかなと思って、買ってみました。すごいっすよ。サンリオって試着できないのね。ハイブランドのプラドですが、30万するようなジャケットも平気で試着させてくれるのに、この2700円のパーカーでさ、試着させてくんない。まあ、いろいろ海外問題とかがあるのかなって思ったり勝手にしたけど。そう。これちなみに、メンズレディース共通らしいけど、XL。今ちょっとこのつなぎの上に来てるんで、ちょっともたつきあるけど、まあ、羽織ってる分にはいいかな。なんか。もしくは、インナーできるんだったら。まあ、どの道本気じゃいねえから、まあ、いいかって思って、購入しました。まあ、本気で買いたい人も。普通に、キティちゃんのやつとか、はあるんですけど、まあ、なんせね、あのちゃん推しとしては、もうこのバットバツ丸がいないことに始まらないんで、そうそう、このデザインにしました。水色、まあ、水色は結構好きなんで、青は好きじゃないんだけど、ベースが水色だったんで購入しました。まあ、値段もね、このパーカーで2700円ですから言っても、まあまあ、シャレで買うにもいいかなということで、初めてサンリオさんで購入をさせていただいたと。これも初めて、この、アンダーアーマーで、購入をさせていただきました。これ、まあ、情報の動画でもお話したんですけど、2点まとめて買うと 20% オフ。で、さらにアプリで 10% オフっていう感じだったので、総額で約1万円ぐらい購入したんですけど、結果としては7300円で済んでると。3点でね。アンダーアーマー何買っても、まあ、3点で7000円じゃめちゃめちゃ安いでしょ。って思って、使う。まあ、これは確実に使うなっていうものもあったんで購入をしたんですけど、まあ、まずね、やっぱりアンダーアーマーといえば、やっぱりインナーなんで、タイツを購入しました。
少し前にその、まあ、ショートパンツすごい買ってて、ショートパンツの下にこのタイツ履きたいってことで、アディダスのやつも購入してるんですけど、まあね、その、バレンシアガがアンダーマーと今回やってるんで、アンダーマーちょっと気になってて、ああ、そうだそうだと思って寄ったのがきっかけなんですけど、これが、アウトレット価格で3960円でした。なんかアンダーマーのこうインナーってすげえ高いイメージで、もう本当にあの、出たての頃にゴルフウェアのね、本気のインナーとして購入したりとかした頃はもっと高かったイメージだったんですけど、アウトレットだとこんなもんなんだなって思ったんで、買ってもいいかなと思って購入しました。あとこちらの T シャツ。いや、本当はさ、なんかこうあれなんですよ。アンダーマーの本当に、このロゴだけの T シャツとかがあれば欲しかったんだけど、案外そういうのがなくて、本気でちょっとこれいただけねえなって思うようなデザインのものと、ちょっと本気すぎちゃうわっていうものが多かったんですよね。もちろんあの、インナーはシンプルなものが多いんだけど、T シャツとかってなかなか難しくて、まあそれでこれを購入しました。まあこれ結構ダサくてもいいかなと思って、こういうなんか、背中にでっかくプリント入ってるやつとか、そう。あえてそのバレンシアガのデザインと被らないようなもので購入しました。これが、アウトレット価格3520円税込み 2XL です。で、サイズもね、結構でかいのまである。この 2XL まであれば、まあまあでかく着れる。素材的に。ただやっぱりこの、ブランド的に結構テロッとした素材が多いんで、ボディラインは出やすいものが多いと思うから、サイズ感気をつけてもらったのが、個人的には、インナーじゃないこういったものは大きめのものを購入していただいた方が雰囲気かなと。変にぴったりしちゃうと、本当にスポーツウェアって感じになっちゃうんで、大きめ。いや、これ、黒にグレーのロゴっていうのが結構良くって。そう。やっぱりどうしても黒だと白のロゴとか、白いプリントが多いじゃないですか。そう。で、なんかこの辺の、アンダーマー関係ないですけど、このバレンシアガのこのグレー系のもの、キャップ購入してあったんで、まあそういうのと合わすのにも、白ロゴよりはいいかなということで、なんか、ビッグサイズコーナーみたいなとこに紛れてて、これ 3XL。3XL で2640円。まあもうこれは特別値引きって感じでしょう、多分。サッカー系の、このなんて言うんですかね。ちょっとグラフィック系のデザインも逆にちょっといいかなと思って購入しました。まあショートパンツとかで、この辺もいいかなと。そう。あえてあんまり関係のないシンプルなバレンシアガのものと合わせてもいいかなと思って、この辺は購入しました。これが3点で、全部で7305円で購入できたと。考えると、まあ、1個2000円ちょっとですか。まあ、かなり安かったと思います。まあ、タイツだけ考えても、そう。まあ、T シャツ着る着ない問題はあるんですけど、まあまあまあ、ちょっと、いいかなと。このぐらいの値段じゃね。ということで購入をしてみました。はい。そして本題こちら。バレンシアガ。はい。購入してきましたよ。まあ今回はピンポイントで欲しいものがあって、いや、本当はね、他にもあったんだけど、もう予算的に無理だなと思って、諦めて購入しました。今回の購入金額。税込み。79,750円となっております。79,750円ね。安くないっすよ。安くないけど、これね、もう見た瞬間に実はもう即決だったんです。自分の中では。はい。また靴購入しました。はい。また靴購入しましたっていうか、やっぱりね、何度見てもウェアは、なかなかこう、アウトレットも手が出ない。そう。Gジャンみたいなやつとかもすげえ、もう入ってすぐのとこにあって可愛いなと思ったけど、アウトレット価格で、この商品動画の中にあるけど、20万ぐらいか。そう、だったりとか。いや、可愛いし、いいんですけど、まあ、言うてもって感じですよね。もうこれだけでもね、1万円ぐらいはしそうな、シューズバッグがいつも入ってるんですけど、シューズバッグがあり。はい、今回こちらでございます。ついに来ました。このピアス付きのスニーカーが。はい。実は、少し前に、その、ピアス付きのバウンサーがその入荷したっていう話も聞いてましたが、まあ、ピアス付きのバウンサーって多分、30万近いと思うんだよな。ってことは、まあ、アウトレットに来たとてっていう話なんですよ。欲しかったんですけど、まあ、なんせあのちゃん入ってるし。そう。
でもあれがアウトレット来るんかってちょっと思ったりもしたんですけど、金額的には仮に半額だとしても十数万するんで、いやなかなかと思って、やっぱりこのバレンシアガのこの、まあこれもアウトレットで購入してるんですけど、プロパーで購入したこの、これもそうだし、このピアス付きのシリーズやっぱり好きで可愛いなって思ってるんで、まあこの金具物がね結構やっぱりその好きなんですよね、昔から。だからそのピアスに限らず鋲だったりとか、やっぱりちょっと雰囲気的にはそういうノリのものが昔から好きなんですけど、いやこれはそのさっき言った約8万円ぐらいするんですけど、半額だったんですよ。その定価がだから16万ぐらいするっすよね、このキャンバス。このわかります、このズタボロで穴開いてる仕様で、まあこのピアスがついてその値段なんだけど、まあご存知のようにね、今ボロけばボロいほど高いっていうものも結構多いんだけど、いや言ってもキャンバスのスニーカーで16万なんて絶対出せねえし、そのバウンサーもそうなんだけど20数万でしょ。いやもう無理なのよ。そうそう。だけどこのやっぱり一応ね、ハイブランドこう長いこと買ってきてる中で、靴関係が10万円切ってるとなんとか反応できるその体制は持ってるんですよ。まあ合ってんのか合ってないのかわからないけど、まあこのチャンネルで一番重要というか自分の中で重要って思ってるのは、まあ何に対していくら出せるかっていうのは結構重要な判断材料って思ってるんですよ。だから高きゃいいと思ってないし、安いものがダメって も思ってないんで、だから安きゃ安い方が基本的にはいいっていう考えのもとに買い物はしてます。ただやっぱり出すとこには出さないと、まあその若い子たちとねあまりこう変わらなかったりとか、こう自分のこうスタイリングの雰囲気がちょっと出しきれなかったりとかいうのが自己満足ですよ。それもそうそう、自分の中で自己満足なんだけど、なんかそういうのにおいて結構こういう靴とか小物とかってずっと重要だと思ってるんで、まあそれをまあまあ10万円以内だったら、で、それが、そうそう、今の世の中なかなか10万円じゃいかない世の中になってるのが分かってるんで、この10万円を切るものっていうのは非常にこう、自分にとってはありがたいと思って購入してます。はい。これね、実は中リーサ大先生はその、サンダルみたいなやつを買ってて、で、そっちの方がダサくていいなって自分も思ってて、それを見に行ったんですよ。で、それもありました。で、サイズが43。これ、ちなみに44っていうサイズで買ってます。かなり大きいサイズだと思います。44。だけど、やっぱね、もうここのとこその、買ってるスニーカーというのがみんなその28とかでもかなり大きく見えるものだったり、その、バネシャガーのね、あの、スニーカー関係も全体的にボリュームがあるし、だから、これはまあボリュームがなくていいのは分かってるとはいえ、やっぱある程度のボリューム感が欲しいなっていう中で、たまたま44があったんで、余計に即決だったのと、さっきのスリッパタイプは43だったんですよ、あったのは。で、やっぱまあ履きにくさというかね、ほんと普段、ちょっと出かけるだけの突っかけじゃいいんですけど、お出かけ靴として履くには、ちょっと疲れそうだなと思ったんで、1枚ぐらい違ったんですけど、まあなんだかんだ言って、秋冬も考えて、あとショートパンツのバランス考えても、ハイカットの方が普通に使いやすいかなということで、はい、無理してこれを購入しました。そう。まあ、即決とは言えね、無理してるんですよ。まだクレジットの支払い回数決めてないっていう。とりあえず買ってみたけど何回払いにしようかなっていう。今、今日この段階もそんな感じです。はい。いや、でもいい買い物はできましたね。はい。まあ、こういうのやっぱりね、出会えた感があって非常に楽しい。そう、上がる。そう、お店に入った時に。でも店舗には出てなくって、スタッフの方にすぐお聞きして、そしたらすぐ出していただいて。この他にもサンダルとかも欲しかったんですけど、諦めました。それから、まあ、ついでなんで紹介しておくと、この画面にずっと映ってるこの氷柄のね、これも実は、バレンシアガなんですけど、18年の AW のやつらしくて、この氷柄のフリース、もうほんと何でもないやつなんだけど、ここに刺繍が入ってるんだけど、これもほとんどわからんし、特にデザインも入ってない。まあなんかこの、普通な感じのダサさと、もう中古なんで、毛羽立ってるっすよ。なんかこれもっと毛羽立ててもいいかなと思って、ヒョウ柄もともと大好きなんで、
欲しいなと思ってたんですけど、これたまたま、某、そういう有名リサイクルショップ店というか、ブランド買取店というかでずっと出品されてて、セールとかが重なって、3万円切って買えたんですよね。めちゃめちゃ安く買えたの。なんで、購入しました。ウェアはね、あまり購入しないって思ってるんですけど、なんせその値段だった。これ S なんですけど、これ結構でかいっすよ。あれなんですかね、評判がまたいいんでしょうか、世の中的には。昨日たまたまザラのレディースとかを見に行ったら、結構評判のパンツとかたくさん売ってて、あれなんか、あれかな、またちょっと流行ってるのかなみたいな。あんまりそういうの気にしないんで。そう。S サイズでこんな感じで、身長170センチで着れます。これ本当はタイガーとかもあったりするのかな。そう。それも可愛いんだけど、そう、ちょっとオーバーサイズぐらいでもう古着感覚で着れるっていうところで、可愛いかなと思って購入しました。これは誕生日プレゼントです。はい。真夏がね、誕生日なんですけど、ほんと、このクリスマスプレゼントみたいな誕生日プレゼントですけど、まあまあまあ値段的にも今年は抑えて、もうこれで誕生日プレゼントも買ったしって思ったところに、結局それよりでかい買い物をしたという御殿場アウトレットでございました。いや、ほんと楽しいんで、またね、ちょっと、御殿場のアウトレットはね、できるだけ足を運んで、お金がある時はないんだけど、まあ、買えそうな時というか、テンション上げたいなっていう時は、ちょっとまた行って、皆様にも何か情報をお伝えできればいいかなと思っております。はい、ということでですね、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。